セブン。おう、キリト君、プリビエイト。クエストは攻略したの？いや、それはまだなんだけど、一応途中経過を報告しておこうと思ってさ。ふん、どこまで進んだの？洞窟の奥まで行ってみたんだ。そしたらシャムロックの奴らと立ち合わせしてさ。え、また挑戦してたの？私はその報告受けてないよ。セブンのために今度こそ攻略するって言ってたぞ。そう、結局意見が合わなくて戦うことになってしまったんだけど。倒したんでしょ？いいわよ、正々堂々バトルで決着をつけたんだから。その後先に進んだらシャムロックの偵察部隊がいてさ、岩の扉を守る小人たちに殲滅されてたんだ。小人？小人なんかがそんなに強いの？ああ、波の強さじゃない。俺がシャムロックの人数分いたとしても勝てる気はしないな。え？それじゃあクエストをクリアするなんて不可能じゃない。そう、だからきっと小人を倒す以外に岩の扉を開ける方法があるんじゃないかと思ってるんだ。別の方法？ああ、そうだ。少し情報を整理してみましょう。クエストクリアのためにはイズンの夫であるブラギを探し出して黄金のリンゴの木まで連れて行かなければならない。ブラギが隠れているのはその岩の扉の向こうでほぼ間違いない。ブラギがいなくなった原因って何か言ってたっけ？ううん、イズンが言ってたのは最近ブラギが落ち込んでいて草花たちも元気がなかった。そんなある日突然姿を消してしまったってことくらいよ。落ち込んでいた、ブラギの元気がなくなり草花たちの元気もなくなる。一人の調子で左右されるなんて草花たちも迷惑な話だよね。そうか。え？おそらくな。俺の仮説が合ってるならこのクエストクリアできるぞ。本当？でもクリアするにはセブン、君が洞窟まで一緒に行く必要がある。え？いやよ、そんな強いモンスターがいる洞窟に行くなんて私足手まといになっちゃうよ。大丈夫、絶対にセブンを守るって約束するよ。だから俺を信じてくれないか？キリト君、分かったわ、信用してあげる。その代わり私の HP が1ドットでも減ったら承知しないからね。ああ、任せてくれ。シャムロックのみんなに見つかったら面倒なことになるわ。さっさと行きましょう。ここが岩の扉ね。あ、それ以上近づくと小人が攻撃してくるかもしれないから注意してくれ。分かったわ。あの小人たちにシャムロックのみんながやられちゃってるわけ。見た目は可愛らしいけど攻撃力は凄まじいぞ。あの顔で容赦なくプレイヤーを殲滅するからな。ふーん、それはゾッとするわね。それでここまで来たのはいいけど私はどうすればいいの？セブンにはここで歌ってほしいんだ。え？なんで私が歌わなきゃいけないの？このクエストの鍵はセブン、君の歌声だ。だから歌ってくれないか？いいわ、君を信じるって決めたんだから特別にキリト君のために歌ってあげる。その代わり後でどういうことか説明してもらうよ。ああ、分かった。それじゃあ歌うわ。いてついた心が砕け散る大地へと、傷ついたあの日。私の歌で居眠りするなんて。違うよ、彼らはセブンの歌で戦意を喪失したんだ。そ
そしてもうすぐ。あ、岩の扉が開いてく。この歌は。ブラギ。おお、あなたはなぜこのようなところに。イズンに頼まれて探しに来たんだ。おお、そうか。イズンには心配をかけてしまったな。そうよ、なんでこんなところに隠れるのよ。わしは最近歌声が衰えてきているようで、あまり草花が咲かなくなってしまったのだ。これではイズンがリンゴを収穫できなくなってしまう。イズンがわしのような老いぼれの妻になってくれたのは、おそらくわしの花を咲かせる能力を見込んでのことなのだ。唯一の取り柄がなくなってしまったら、わしはただの老人。イズン、あなたバカじゃない？直接確認したわけでもないのに一人でネガティブな妄想して、挙句の果てにこんなところに隠れて。おかげでシャムロックがどれだけ多大なデスペナルティーを。いやいや、そんなことを言ってもブラギは理解できないから。ああ、そうね、つい。とにかくとっととイズンのところに戻るわよ。しかし、戻ったところでわしの居場所なんて。大丈夫さ、ここにいるプーカの歌声があればまた草花が蘇るはずだ。え？ああ、そうだ。その妖精の歌声を聞いてわしは思わず岩の封印を解いてしまったのだ。美しき妖精よ、どうかわしに力を貸してくれないか。わかったわ。言っとくけど、セブンちゃんの歌声は高くつくわよ。これで報酬がつまらないアイテムだったら承知しないんだから。ブラギさん、行きましょう。ほう、ありがとう、ありがとう。やっと草原に戻ってきたな。ねえキリト君、私が歌うとブラギが出てくるってなんで分かったの？うん、大きな決め手は二つかな。まず一つは、このクエストがプーカなしでは始められない設定になっていたこと。二つ目は、扉を守る小人たちが戦闘では絶対突破できない強さに設定されていたこと。この2つから考えれば、答えはプーカに戦闘以外の何かをさせるしかないだろ。なるほど。さらに言うと、君がブラギは北欧神話随一の詩人と教えてくれたこともヒントになったかな。確かに歌にまつわる力を持っているのは音楽妖精族であるプーカしか考えられない。それで私を洞窟まで連れて行って扉の前で歌わせてみたわけね。あ、そういうことだ。うんうん、いいわ。おかげでクエストもクリアできそうだしね。キリト君に頼んでやっぱり正解だったわ。ブラギ、イズン。ブラギ、どこへ行っていたの？心配したのよ。すまなかった。なんで姿をくらますようなことをしたの？それは…バッカじゃないの？花を咲かせられなくなったくらいで私があなたを捨てるわけないじゃない。もちろんあなたの能力ですごく助かってはいるわ。でもそれだけであなたの妻になったんじゃない。そうなのか。当たり前でしょ。だからもう二度と勝手にどこかに行かないでちょうだい。ああ、
すまなかった。すまなかった、イズン。これで一件落着だな。まだよ、キリト君。ああ、草花がこんなに枯れてしまって、わしの盾事に合わせて一緒に歌ってくれるだろうか。ええ、任せて。ブラギの奏でる盾事に合わせてセブンを静かに歌い出した。その透き通るような歌声は枯れていた草花を癒し、蘇らせていった。生命の歌、セブンはブラギの歌をそう呼んでいたが、まさしくその通りだ。俺はいつの間にかその歌声に身を委ねるような目を閉じていた。ありがとう。わしも君の歌声で力がよみがえったようだ。本当にありがとう。すべてあなたたちのおかげよ。そうだ、お礼にこれを差し上げよう。これは小人たちが作ったアーティファクトだ。君ならきっと使いこなせるだろう。ありがとう。これで本当に終わったな。そうね、無事にレアアイテムも手に入ったし。キリト君、クエストに付き合ってくれてありがとう。ああ、いろいろあったけど結構楽しかったよ。私もキリト君にお礼しなきゃね。そうだ、今度はシークレットライブに招待してあげるわ。シークレットライブ、そんなのがあるのか。ううん、今作ったの。お客さんは君だけよ。ああ、ありがとう。楽しみにしておいて。今回成り行きで二度もセブンの歌を聞いたけど、これってかなり貴重なんだよな。このことをセブンのクラスタに知られたら闇討ちに遭いそうだ。さあキリト君、町に帰るまでちゃんと私を守ってよね。あ、いきなり手を引っ張るなよ。キリト君が遅いからでしょ。ほら、さっさと歩いて。はいはい。シュベルトシルト闘技場です。プレイヤー同士の決闘で使われたりします。
勇気とデュエルするのは SAO の時以来か。そうだね。あの時はびっくりしちゃったよ。いきなりデスゲームの世界に飛ばされちゃうなんてさ。でもまさか ALO で再会できるなんて思ってなかったよ。しかもゼッケンなんていかつい二つ名がついてるしな。確かにマッチョのお兄さんが呼ばれてそうな名前だね。僕 SAO で戦ったあの日からずっとキリトともう一度戦いたいって思ってたんだ。絶対負けないよ。勇気も強かったよ。次やったら勝てるかわからないな。ねえキリト、またデュエルしよう。その時は絶対僕が勝つからね。ああ、何度だって受けて立つよ。なんで僕がまた負けるみたいに言うのさ。もっともっと強くなってキリトを見返してやるもんね。その意気だ。キリトにデュエル誘われるなんてびっくりしたよ。せっかく純粋なゲームとして1対1で戦えるんだ。この機会にフィリアと手合わせしてみたいと思ったんだよ。へえ、そうなんだ。実は私もキリトと戦ってみたかったんだよね。いろいろ助けてもらってキリトの強さを知ってるからこそ余計にね。それは光栄だな。やるからには負けるつもりはないから、キリトも手加減なしてきてね。ああ、もちろんだ。わかった。はっ！
したことなかったな。負けたよ。やっぱりキリトは強いね。ま、そんなことはないぞ。フィリアの攻撃にヒヤヒヤさせられる場面が何度もあったし。私なんて全然だよ。ああ、キリトみたいに強くなりたいな。今も十分強いと思うけどな。ううん、まだまだだよ。レアなお宝を手に入れるにはそれ相応の戦闘力が必要だもん。それにキリトに早く借りを返したいし。借り？そんなのあったっけ？ SAO でたくさん助けてもらったでしょ。 ALO の中でその借りをちゃんと返したいの。そんなのいらないよ。困ってる人がいたら助けるのは当然だろ。キリトそういうこと言っちゃうんだ。え、変なことを言ったかな。ううん、そうじゃないよ。そういうこと言うと私勘違いしちゃうよ。え、さっき言ったこと撤回するよ。貸し借りなんて関係なくキリトを助けたいと思う。まあそんな危機的状況にならないのが一番だけどねそうだな。君とデュエルか。気合い入れていかないとね。それを言ったら先行のアスナと対戦だろ。こっちこそ気が抜けないよ英雄様にそう言っていただけて光栄です。めったにない機会だもんね。キリト君、手抜いちゃダメだよ。し、ああもちろん思い切り行かせてもらう受けて立つよ。だな。はあ、キリト君強いね。アスナもさすがだったよ。攻撃のスピードと正確さはやっぱりかなわないな。そうかな。でも悔しいな。俺はいつでも相手になるぞ。かかってくるがいい。キリト君ってば、それじゃあラスボスみたいだよ。それじゃアスナが勇者だな何それ。でもそういうことなら勝つまで諦められないね。キリト君、またデュエルしようね。ああ、もちろんだ。お兄ちゃんとまた戦えるなんて思ってなかったよ。リアルで剣道やってた時以来か。俺はすぐやめちゃったけど、すぐはずっと続けてるんだもんな。そうだよ、 VR 世界だからって負けないんだからこれは気を抜けないな。当たり前だよ、
これは真剣勝負なんだからね。そうだな、全力で行かせてもらえ。すぐ負けるかと思ったよ。やっぱりお兄ちゃんの剣はすごいな。実際に戦ってみてよくわかったよ。リアルではすぐにかなわないどころか、ただの弱っちくて頼りない兄ちゃんだけどな。そんなことないよ。もちろんこの世界のお兄ちゃんはすごく強いと思う。でもね、リアルとか VR 世界とかそんなの関係ないって思ってるの。お兄ちゃんの本気が剣から伝わってくる気がするんだ。それは紛れもなくお兄ちゃんの本物の強さだよ。そっか、あのゲーム嫌いだったすぐがそんな風に言ってくれるなんてな。前だったらゲームの中の剣技なんて所詮システムに任せるだけの偽物だって言われてただろうな。うん、そうかもね。でも今は違うよ。剣技も剣に込める気迫も偽物なんかじゃない。本物だって分かった。今では私もこの世界が大好きなんだ。 ALO の中で起こったことも感じたことも全部私のリアルだよ。あ、いきなり抱きついてきて、どうしたんだ？こうして抱きついてるのだって嬉しいと思う気持ちだって本物なんだよ。すぐ。お兄ちゃん、またデュエルしようね。